林翔雄は、大韓民国の全羅南道甲州広域市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。甲州ち。公魔高校の時は4番打者で、甲州地域の高校予選では、後でメジャーリーガーとして活躍した女材王と、金日の意見から本類打を打ったことがある。1995年、ヘテタイガースに入団。 ヘテでは中日に移籍した先同列の後を継いで抑えとして起用され、1996年、1997年の連覇に貢献。1998年には最優秀救援投手のタイトルを獲得するなど、早くから投手陣の主軸になった。1998年オフに張り上が、一章、各最ンとの3対1の交換トレードでサムスン・ライオンズに移籍。 遺跡1年目の1999年には71試合130イニング以上を投げ、最優秀防御率のタイトルを獲得している。1999年シーズンは、どういう場面でもいざとなれば、マウンドに呼び出されると言われるほど、当番型気味だった。このため、親会社のサムスン電子製の携帯電話の、ブランド名でもある、エニコールという別名がついた。 2000年のシドニーオリンピック野球韓国代表として出場して銅メダルを獲得し、兵役で現役含むを免除された。2001年から先発に転向。2002年シーズンには17勝を挙げて、韓国シリーズ優勝にも貢献している。このシーズンオフにはメジャー遺跡をもくろみ、ポスティングシステムでの入札を受けたが提示された、入札額が50万ドルと定額であったことに、 球団側が難色を示し破断となった。同年オフ、今度は FA 権を行使して日本球界に絞った海外移籍を目指したが、これも失敗し、最後にはサムスンと再契約をした。かねてから海外移籍願望が強い選手だった。2004年には東北楽天ゴールデンイーグルスや福岡ソフトバンクホークスに2002年のビデオを送るなどしたものの契約には至らなかった。 メジャーとも交渉を行ったものの、これも思ったように進まず、結局3世と2年契約を結び残留。この際に母親がサムスン側との契約拒否とメジャーとの契約を一方的に表明するなどして大きな話題になってしまった。2004年からはチーム事情で再び抑えに戻されることになった。2005年から 当番方による疲れの累積で肘を故障、成績が下降線をたどる。この時期は人体故障の他にも、球界でも屈指の5億本という高年俸や、海外遺跡をめぐる球団との対立などで、野球に集中できず、不本意な成績が続いた。その間、チームは、先導列監督のもとで、5のる間が絶対的な守護神として、 定着、強力な投手陣を軸にする投手力のチームに変貌、かつてのような存在感はすっかり失われていた。10月には、トミー・ジョン手術を受けたため、翌2006年シーズンの登板数はわずか1試合のみで、あった。2007年シーズン終了後、サムスンから事実上の戦力外となったことを機に、再び日本球界を目指す。NPB の 各球団に売り込みをかけた結果、年明けの2008年に東京ヤクルトスワローズと2年契約を結び入団が決まった。背番号は12。春季キャンプで監督の高田茂は韓国球界での林の実績を認め、スロー調整を認めた。これが功を奏し、オープン戦で150キロの投球を見せ、肘への不安を解消した。シーズン当初は、 セットアッパーの役割を期待されたが、抑えを務める予定だった、井原氏良太が故障で離脱したため、抑えを務める。井原氏が復帰し中継ぎの押本武彦と、松岡健一も安定した投球内容を続け、この年の試合の終盤は、井原氏松岡押本臨床優というリレーが、スワローズの勝利の方程式として確立された。9月4日の対中日ドラゴンズ戦で、 シーズン30セーブを記録。日本デビュー初年度に30セーブ以上を挙げたのは、1990年の与田剛、ヨシ、2000年のエディギャラード以来、歴代3人目。しかし、この頃から疲労が蓄積して調子を崩し、9月17日には登録抹消となり、10月まで復帰できなかった。10月8日の対横浜ベイスターズ戦で、日韓通算200セーブを達成する。 北京オリンピックの出場に前向きだったが、薬物違反が発覚したダニエル・リオスの緊急解雇からチームの戦力低下を防ぐために、ヤクルトは7月に韓国野球委員会に対して、林への五輪出場要請を拒否することを伝えた。2009年、日本球界での活躍が認められ、第2回ワールドベースボールクラシックに出場し、クローザーを任される。 決勝では一郎に決勝点となる二点的時打を打たれ敗戦投手となった。準決勝戦までの当番4試合では無失点の高騰を見せ、日本戦では2セーブを記録、韓国の決勝進出に貢献した。シーズン中は前年と同様、前半戦では当時の球団記録となる20試合連続無失点や、5月15日に神宮球場での阪神戦の9回。 荒井貴広の打席で投じた5球目の直球が自己最速となる時速 160km を計測するなどして好調を持続。韓国メディアからは佐々木を超える0点台の防御率も可能などと称賛された。しかし8月に入ると前年と同様に疲労の蓄積で崩れ始め9月3日には登録抹消。同月15日には再登録されたものの オールスター後の防御率は6点台となった。一方で、クライマックスシリーズ進出がかかる10月9日の大半新戦では先発、石川正則の後を受け8回1試三塁から、投板。苦手とする買いまたぎの投板となったが1回に、3を無失点に抑えチームの CS 進出を決めた。クライマックスシリーズでは、中日との第一ステージ第一戦に投板し、 一点リードの8回、1C12 類の逆転のピンチを切り抜けクローザーの役割を果たした。2010年の前半戦はチームがンダで低迷する状況で、投板機会がほとんどなく、投板しても調整投板や、同点の場面が多くセーブのつかないことが多く、怪我での離脱もあったが、交流戦の終盤あたりから出番が急増し、シーズン終盤でも失速せずに、 チームのリリーフエースとしてチームを支え、セーブ数と防御率とホイップは来日以降最い金を記録した。2008年からの契約がこの年をもって満了となる。その後は本人のメジャー志向や金銭面での折り合いで交渉が難航し、一部スポーツ紙からは対談確実という情報も出ていたが、一転して11月28日にヤクルトと2年契約を結び、 ヤクルト残留が決まった。なお、年俸は2年総額で7億5000万円プラス歴だが、3年目まで契約延長した場合は、総額14億2000万円。2011年5月4日の中日戦で、日本での通算100セーブを達成、通算173試合目の登板での記録達成だった。10月29日のクライマックスシリーズで、 ポストシーズン史上初の一級セーブを達成した。2012年は、出遅れ5月30日の一軍昇格後は、本来の抑えではなく中継ぎ登を続けていたが、右肘痛で6月23日に登録抹消、26日に群馬県立林市内の病院で検査を受け、右肘内側側副人体の損傷と診断された。7月に、 右肘じじんの再建手術を受け前治1年と診断された。復帰の目処が立たないことに加え、後年報もネックとなり、球団は翌年のオプションを行使しないと決定。11月30日、保留戦士名簿から外れ、自由契約公示された。2012年12月15日、シカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2013年9月4日にメジャーへ昇格。 9月7日に行われた、ミルウォーキーブルワーズ戦の7回表、3から4のビハインド1シランナーなしの場面で、MLB デビュー当番を果たし、打者3人に対し1安打1死球無失点であった。この時安打を放ったのは2人目の打者、ヤクルト時代の同僚の青木のリチカであった。この年はこれ以降5試合にリリーフとして登板した。オフの12月2日に、リーフとなった。 2014年2月2日、カブスとマイナー契約で再契約したが、開幕前の3月24日に解雇された。2014年3月26日、サムスン・ライオンズへ復帰することが発表された。5月4日の NC 大のス戦にて、日韓通算300セーブを達成した。同年は31セーブを記録。2015年は33セーブで、 韓国では11年ぶり4度目のサイトセーブのタイトルを獲得。10月7日には第1回 WBSC プレミア12の韓国代表選手28名に選出されたことが発表された。だが10月25日、個人的な問題でプレミア12韓国代表から外れ、同年の韓国シリーズにも出場しなかった。そして11月に、 後述の事件により対談が発表された。2016年3月28日に、ヘテの後継球団である、キア・タイガースと契約した。年俸3億本はすべて野球発展のために寄付する。サムスン対談後に受けた初月により、2016年は、キアが一軍のレギュラーシーズン144試合の、内半分に相当する72試合を消化しないと、出場登録できなかった。 同年7月1日、出場停止処分が時計哀悟後一軍発登板を果たした。この年は34試合に登板、防御率4.37ホイップ1.57ながら15、セーブを挙げた。2017年3月には韓国代表として第4回ワールドベースボールクラシックへ出場した。WBC への出場は2大会ぶりで、1次ラウンドのイスラエル戦で、 延長10回表に登板したが、決勝点を献上した末に敗戦投手になった。大会後に臨んだ久保をレギュラーシーズンでは、一軍公式戦51試合に登板。8勝6敗7セーブ、防御率3.78を記録した。2018年には、前半戦に急エンジ陣の一角を担っていた。しかし、チームの先発ローテーション再編成によって、7月20日の、 タイ KT ウィズ戦から先発に転校。公式戦における林の先発登板は、サムスン時代の2007年9月30日の対、現代戦、以来11年だった。転校後8試合目に当たる9月18日の対サムスン戦で、久保、NPB、MLB 通算戦試合登板を達成したが、シーズン終了後に戦力外通告を受けた。その後も、 打球団での現役続行を希望していたが獲得する球団はなく、2019年3月11日に現役引退を表明した。2019年7月11日、2009年のオールスターマッチにおいて彼が寝坊したことにより同僚を乗せた飛行機が延着する事件があった。第二回ワールドベースボールクラシック決勝において一郎に決勝打を打たれたことについて。 韓国では本人がコーチの敬遠のサインを意図的に無視し、独断で勝負に挑んだと報道され非難の的になった。真相は韓国投資コーチが一郎と勝負したいがために監督の敬遠のサインをもみ消し、本人には敬遠の指示は伝わっていなかったことが主原因ではあるが、韓国世論や韓国メディアが連日流していた猛烈なローバッシングの影響を考え勝負を避ける。 選択はできなかったと実感している。日本のテレビ番組から、投資コーチの謝罪の VTR を見せられても、どういう形であれ、一郎を抑えられなかった自分が悪いとして、コーチを非難しなかった。2015年11月、マカオにおける、不法賭博などの容疑で、韓国の検察に召喚され、容疑を認めたため、12月30日、ソウル中央地検から略式起訴され、 罰金700万ウォンが課された。そして2016年1月8日、韓国野球委員会の賞罰委員会により、今後韓国プロ野球に復帰する場合、1軍、2軍ともに公式戦の半分に相当する試合数の出場停止処分を受ける決定が下された。2016年8月21日のトサンベアーズ戦では9回表から登板。しかし、 二類ランナーの誤再現に対して、牽制球を投じようとしたところ、二類種の助投局と遊撃種のサイナミがどちらもベースについていなかったためサイナミに直接送球。さらに、これが大きくそれてランナーに当たりそうになったため、威圧行為として退場になった。2017年には、春季キャンプで滞在していた沖縄県那覇市で2月18日に、 オートバイとの接触事故を起こした。沖縄県警察の取り調べで、ヤクルト時代に取得した日本国内での運転免許が失効していたことによる無免許運転だったことが発覚した。引退以降は、金銭トラブルが頻繁に報じられ、2021年4月27日には、知人女性から2500万ウォンを借金しながら1500万ウォンを返済しなかったとして、 詐欺容疑で書類送検されたと報道された。サイドスローとアンダースローを使い分けながら投げる最速時速 160km の速球が武器。速球はシュートするのが特色で母国の韓国ではヘビ直球と呼ばれていた。現役最終年であった2018年の時点でも42歳ながら最速時速 148km を計測していた。変化球は スライダー、フォークを持つ、ありがとうございます。